皆様こんにちは。ダイエット動画で食事方法を教えてくださいというコメントやリクエスト、本当にたくさんありがとうございます。今回の動画は20キロ痩せた私の食事方法をご紹介です。まず朝ごはん、レタス、海苔、トマト、しめじのサラダを作っていきます。ビタミン摂取でいちごとバナナ、そしてヨーグルト、体を温め代謝を上げる目的としてもずくのスープを作っていきます。それでは早速作るとこんな感じです。20キロのダイエットに成功した経験談として、そうですね、一番綺麗で健康的な体を手に入れることの近道っていうのは、結局食事をしっかりとること、食事や炭水化物を抜くと飢餓状態になるだけなので、実は逆に太ってしまうんですよね。さあどんどんいきます。次はお昼ご飯です。さつまいも、人参、かぼちゃ、しめじ、キャベツを使って、あとツナですね、ホットサラダ、そして、朝食の残りの韓国海苔です。ホットサラダは体を温めてくれるし栄養も取れるのでおすすめです。そして無印良品のスープとデザートのみかんを食べます。炭水化物はオートミールでご飯を作っていきます。オートミールは単体だと結構食べにくかったりするので、スープと混ぜて食べるのがおすすめです。さあ食事とスープを一緒に摂るとですね、非常にお腹が膨れるし、体も温めてくれます。体が温まると代謝とお通じの改善が良くなったりするので、体重が減らない停滞期になった時はスープを積極的に摂取するのがおすすめです。ホットサラダは以前のダイエット動画でもご紹介をさせていただいた、スリーコインズさんで販売されております温野菜メーカーを使うのがおすすめです。切った野菜をチンするだけで作れます。さあ夜ご飯です。生の鶏肉が出てくるので苦手な方いるかなと思って調理動画は撮ってないんですけれども、メニューはレタスとトマトを使った、簡単なサラダ、それから人参のごま和え、ピーマンの姿焼き、鶏胸肉を使って作る鶏マヨ、そしてトマト、キャベツ、しめじのお味噌汁、白米とデザートにパイナップルを食べます。体をしっかり温めながらですね、栄養を摂取することがやっぱり一番痩せるし、リバウンドしない、これは私が身をもって経験しました。一度のお菓子やジュース、まあチリツモンなのでそういうのをやめて、自分から摂取しなくても済むようになる生活習慣、食事を見直すきっかけになったらいいなと思います。日頃から栄養をしっかりとることがダイエットの近道です。まずは今回の動画で食生活を見直していきましょう。次回のダイエット動画では運動なども紹介します。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。